はい、今回響けユーフォニアム第6話第6回ですね、揺らぎのディドナンスが放送されましたので、その振り返りをやっていこうかなと思います。今回なんですけれども、ほんと最初から最後まで時の流れはめちゃくちゃ早かったんですが、その中でしっかり詰まっていて、こうなんかすごいギスギスするような苦しい感情だったりとか、もうあのシーンで泣いたりとかね、もう総集編のような回想描写だったりとか、黒江麻衣と大前久美子のこの距離感の関係だったりとか、表現方法も素晴らしかったんで、今回そこを触れていこうかなと思います。まあ、オーディションに関してはもちろん原作勢知っている方もそうですけれども、知らない方からしても全然違うところでね、こう波乱が起こってすごいね苦しい回だったりしたんですけれども、それで出てユーフォニアムシリーズが詰まっていた回だったかなと思います。そんな今回第6回揺らぎのディゾナンスを振り返っていこうかなと思います。ぜひ皆さんのご意見だったりとか感想だったりとか、この描写すごかったなでもいいので、コメントお待ちしております。いつもたくさんのコメントありがとうございます。動画制作の参考呼び励みになっております。では早速本題に入っていこうと思います。まず今回ね、放送後にね収録してるんで、結構抜け落ちてたりとか、まあちょっと言い間違いとかあるかもしれないんで、ぜひ補足でコメントしていただけると嬉しいです。まず冒頭、前回の振り返りから、まあ、オープニングへと移るんですけれども、このオープニングへの移り方もすごい良くて、前回レイノの家でソリパートをね二人で吹くというシーンがありましたが、その吹くというシーンの一瞬手前からねオープニングの演出っていうところになっていて、すごい美しくて、そういう演出もすごい効いていたかなと思います。そしてオープニング後、まあ、幹部ノートが映されているんですけれども、幹部落ちたらアホでしょみたいなことを言っていましたが、結構ここが重要なところとなっていて、まあ、そういう伏線が張られていきます。で、あがた祭りの写真を配る黒江麻衣で、修学旅行も実はもう行ったことになっているんですが、こちらの方はね、修学旅行の方はデジタルカメラで撮っていて、あがた祭りとかもそうなんですけれども、フィルムカメラで撮っているから現像しないといけない、焼き増しないといけないと言っていましたよね。もう今の若い子たちって多分それ知らないんじゃないかなというレベルなんですが、まあ、その後に黒江麻衣が自分が映っていないことに関して解説しています。これ過去の動画でも触れたんですけれども、自分も撮らないということは自分をこう見ることに対して抵抗があったりとか、いろんなこう黒江麻衣としてのこうキャラクターとしてが描かれている部分かなと思います。そしてタイトルの揺らぎのディゾナンスで、ここでね合奏を久々に聞けましたね。もう久々にこの合奏を聞けるだけでも結構しびれるんですけれども、で、あがた祭りが終わって夏へと移っていきます。夏服のみんなになっていて、時の流れの速さを感じます。そしてね、1年ずにチューニングを指導する2年生たちが描かれています。今回2年生たちが結構波乱となるんですが、さすが先輩ですね。まあ、鈴木さつきですね。さつきがね、こう感覚で覚えていくということをこう先輩として教えていたんですよね。これは伏線となっているんですけれども、その後カナピー奏でがね、こう UFO を吹いて、まあ、普天支部音符が短いとかね、こう部長から指導していて敵に塩を送るということを言っていましたが、これ黒い眉に対してかなと思っていたんですが、大前久美子がカナピーに言ったことに対してカナピーが言っていたという感じでした。で、ここでもね、オーディション自体という話を黒江麻衣が言っているんですけれども、その時に黒江麻衣の表情ですね、ここのね描写すごい細かくて良かったんですが、ちょっと深いところを見てはもっと出てくると思うんですけれども、うまくこう表情を隠しながら黒江麻衣に関しての感情ってところが非常にこう不穏というか分かりにくい感じになっていたのが非常に演出として綺麗だったかなと思います。ここでも奏がすごいいいポジションでいるんですけれども、自分が選ばれてしまうんじゃないかなという不安から辞退しようと言っているんじゃないかというツッコミをしています。で、大前ちゃんからはね、申し訳ないということがわからないということで、北宇治これまで吹いてきたのにということで、自分がなったら申し訳ないということで、その事実をね、カナピが言おうとするんですけれども、大前ちゃんが動揺してそれを止めるんですよね。もうこのシーンもすごい良かったんですけれども、まあ大前ちゃんとしてはこれカナピと同意見なんですけれども、それをカナピの口から事実として聞きたくないということだったりとか、まあカナピが言っていることを止めるというね、このいろんな描写が詰まっていたかなと思います。すごいこう人間味が溢れる描写でしたよね。そして黒江麻衣は自分が選ばれて嬉しい人なんかと言っていましたが、まあいるよっていうことで、この後の黒江麻衣の誰というで声色ありましたね。もうこの声色がすごいこうゾクッとしたんですけれども、そして黒江麻衣からしてもそれは非常に重要なことであって、かつ自分にとって答えになるんではないかなというところだからこそ、この誰というね、こう声の重みっていうところが非常に深く伝わってきたかなと思います。で、大前部長はね、一番上手い人を選ぶ、だからみんなで決めた、だからこそみんなが喜ぶということを言っています。これはまあ建前的な部分があると思うんですが、本心としても言ってるけど、奥底には先ほどカナピーを止めたような内容が含まれていると思います。もう本当のギスギスというか、こう見てられないですよね。この空気感が存分に発揮されていたかなと思います。で、ここでもね、脳裏に浮かんだのはもちろん香織先輩とね、デカリボン先輩ですね。まあ、言葉では表現できない部分として、この描写を挟むことによって、あのシーンそうだったなっていうことをね、自分と重ねて見ていくっていうところが描かれていて、めちゃくちゃ上手にできていました。そして場面は変わってレイナの場面ですね。逆にこれ大前久美子と対比的に描かれているのが、トランペットメンバーたちに厳しく指導していました。これはブレていないレイナってところを見ているからなんですよね。大前久美子としてはこのブレブレというか、自分の感情がこうごちゃごちゃになりながらも、今この低音パートについてこう指導していたんですけれども、それの中でレイナっていうのは全くこのオーディションがどうこうとか、そんな関係なしにまっすぐ進んでいるっていうところが描かれていたんではないかなと思います。そしてね、これ帰宅する中で来ました佐々木あずさですね。これ予告で出ていた
たんですけれども、しっかり原作よりも時間を取って描かれていました。まあ、あの子はウルトラレア発言ありましたね。これレイナに対して言われているんですけれども、まあ、ビジョンに関する話が語られていて、まあ、音楽に関わる仕事に就きたいというビジョンのみで佐々木あずさは今の音大に行こうかなというね選択をしています。その理由としては、まあ、立花高校のね部長としてというか、自分をしっかり見た上で音楽をバッサリやめちゃうということの怖さをね自分で分かっているからなんですよね。で、自分がどれだけ音楽が好きなのか分からないけれども、続ければ何か分かるかなと、まだ答えが分からないんですけれども、現在自分が後悔しないという選択を自分がしているということが分かるかなと思います。さすが魔王ですね。佐々木あずさも大前ちゃんとそう大きく変わらないというね状況になっているけど、それぞれの考え方があるという感じでした。で、音楽に関わっていない久美子を想像できないと最後に言葉を残して去っていきます。もうこのシーン非常にね深いと思いますし、まあ、立花高校編楽しみにしたいなと思う個人的な希望です。そして一気にもオーディションへと移るんですけども、波乱が起こります。まあ、あのねスズメがねメガネの下りやってたのはめちゃくちゃ面白かったりとか、まあ、1年生の立場としてこうモチベーションの違いとか、まあ、空気の違いを感じながら、これはまさに大前久美子だったりとか、まあ、レイナはちょっと特別でウルトラレアと言っていた通り、1年生たちはこのオーディションに対しての思いってところがやっぱ違うのが分かりますよね。そしてオーディションは進んでいきます。で、カナピーの演奏も進んで、まあ、何人選ばれるのかということで大前久美子と、まあ、黒い舞が話しているんですけれども、そしてねここもすごい良かったのがフラッシュバックしてきましたね。中川先輩の話なんですけれども、本気でねこう演奏していなかった自分はもうオーディション手を抜いていたというところのあの場面が回想されていて、思い返されるこの空気感ですね。まあ、あのシーンだけでもなんかちょっと苦しくなるというか思い出されますね。そしてカナピーの後黒い眉なんですけれども、黒い眉がこれどうするのか手を抜くのかなというね解説をしてくれます。で、その音を聞いてそのうまさ全力で挑んでいることに安心をしています。で、黒い眉は終わり大前ちゃんへと移ります。そこでねなぜか気合が入ったと言っていましたよね。これについては黒い眉が堂々とね立ち向かっていることだったりとか、大前久美子として演奏に対する向き合い方っていうのがこれまで積み上げてきたからこそ、この気合が自然とスイッチが入ったということがわかるんではないかなと思います。まあ、これねいろんな解釈はできると思うんで、ぜひね詳しい方コメントで教えてください。で、今年は最後なんだということで、このシーン一連なんですけれども、今回のキービジュアルにもある北尾寺が好きに詰まるこう願いがね詰まっていたかなと思います。で、大前ちゃんの演奏はなくこのまま後半へと移ります。で、幹部からコンクールについて説明している時に不大会のメンバー発表となっています。で、まあレイナとかね小日向夢、まあ、この、ね、待望のホープなんですけれども、あと周一だったりとかで、大前久美子黒い眉、この二人はね抜擢されて、カナピーもちゃんと選抜されていました。で、個人的に今回一番良かったというかマジで泣いちゃったんですけれども、葉月ちゃんね選ばれましたね。もう一番悔しい思いをしてきて、3年生になってここでね花が咲いたというこの葉月ちゃん、もう別にアニメの描写としてはもうさらっと描かれるんですけれども、この1期2期全て全部見てる人からするともう葉月ちゃんが選ばれた時点で本当ねちょっとうるっときちゃったんで感動しました。ちなみになんですけども、 X のね葉月ちゃんトレンド入りしてたんで同じ思いの方もたくさんおられるんではないかなと思います。そしてこの後ですね波乱が起こるんですけれども、まさかのスズメが選抜されます。まあ、つまりこうサツキがね選ばれなかったという感じでしたよね。2年生だったんですけれども、このサツキっていうのは去年も選ばれていないことからも、まあ、この悔しさをバネにコンクールメンバー入りを目指していたんですが、ここでもダメだったということで、次3年生しかもう最後のチャンスがないという状況となってしまいました。今回ここがかなり重要な話となっているんですけれども、まあ、まだ終わったわけじゃないとねこう3年たち葉月ちゃんたちが声をかけてくれるんですけども、強がっていましたよね。そしてソリは大前久美子となってくるんですけれども、まあ、黒い前の性格の良さを称賛しつつ、サツキが落ちる理由がわからないでそこを詰めていきます。まあ、滝先生の話になってくるんですが、滝先生は全体を見た上でこの結果それを信じているという答えで納得していきます。ただずっとこうね指導を受けてきた後輩たちっていうのは、滝先生との距離感は3年生ほどないということをはっきり言っていましたよね。滝先生との距離感がないというところを鈴木美玲がねはっきり言っていました。まあ、これに関してもこの後の描写で丁寧に描かれるんですけれども、まあ、これに関しても大前久美子としては自分の意見を言ってくれることに感謝してくれます。まあ、大会ごとにオーディションがあるということで、まさに滝先生の言っていた幹部の負担が思い知る結果となっていくんですよね。まあ、いろんな感情が渦巻く中ごちゃごちゃになっているんですけれども、ここでまた良かったのが大前久美子が響けユーフォニアも引き出します。もうこのシーンはねほんと鳥肌が止まらなかったんですけれども、改めてこう原点に帰るというか、自分が北宇治高校吹奏楽部に入っての一番キーとなるこのね曲楽曲を弾くっていうのがいいですね。ただここっていうのはただそれを吹いて初心に戻るのではなくて、再びここへね黒江真由がやってくるんですよね。で、ここからのシーンなんですけれども、まあアニメにおいてすごい良かったんですが、黒江真由かなり迫ってきています。2回前ですね、第4話の方で描かれたんですが、まあソロパートを演奏しながら影の中へ黒江真由が歩んでくるというシーンがありましたが、今回はもう迫ってくるに近いような入り方をしていました。どんどん踏み込んでくる黒江真由を大前久美子は拒絶するんですよね。まあ、このシーンの表現の方法は凄まじかったんではないかなと思います。結果的に2人ともこうオーディションで選抜されているんですけれども、それだけではなくて黒江真由が迫ってくることを自分の感情に向き合うということ、まあ、いろんなことがごちゃごちゃにな
なっているんですけれども、大前久美子としてはなぜか言いたくなかったという言葉で締めくくられています。まあ、自分を知られることに抵抗がすごい出ているんですよね。もうこの表現方法が黒い眉があまりにも突っ込んでいるということで、かなりうますぎる表現かなと思います。その後ね、大前久美子が滝先生のところへ行くんですけれども、まあ、オーディションの件についてということで二人きりで話をしています。まあ、チューバパートの選考についてですね、まあ、さっちゃんですね、さつきに比べるとスズメはまだこう力量が足りないんじゃないかという話をしていくんですが、このことに対して滝先生はアンサンブルコンテストの時に何を基準にしていたのかということで、それは完成度、まあ、お互いに大前久美子もそうだったんですが、まあ、鎌谷さんの音は魅力的、音量に関して非常にね評価が高かったということがわかります。つまりこう全体を見た上で音量が必要だったということで、総合的な判断でスズメがね抜擢されるという形となったんですよね。まあ、これについてなんですけど、私も、ね、知人から聞いた話だと、やっぱ全国というかこう大舞台になると音量ってめちゃくちゃ大事と言われているので、その辺に関してはまあインパクトというところですね、繋がってきているんじゃないかなと思います。でこの後もね、大前久美子良かったんですけれども、先ほどのね2年生たちが距離が滝先生とあるということを言っていた部分と対比となっていると思うんですが、私たちを全国へ連れてってくれるんですよねと言っていましたよね。これねもう失言だと思うんですよね。正直大前久美子としては失言王なんで、ただこれについて大前久美子が別にそこまでねあっとなるのが遅かったので、それだけ距離感が詰まっていることを表現しているんじゃないかなと思います。でここでね、滝先生はタロヤ正しくないと、みんなで行くんだよってことを言っているんですが、それでこの場面は終わりとなっています。いやこのシーンもね非常に対比として描かれてめちゃくちゃ良かったなと思います。そしてレイナが帰りにバッティングするんですけれども、まあ進路のことを相談ということで滝先生と話をしていたのかと嫉妬しています。でねこの場面も非常に良かったんですが、ソリの決定を喜ぶ場面ありましたが、このレイナがガチャッとこう切り替わるような感じ非常に良かったですね。まあ、前回のこう特別という関係性がうまく表現されていたんではないかなと思います。そして一気に時は進んで二大会へと移ります。北宇治ファイトでね、次の曲が始まるのですというね、この次の曲が始まるのです。前回かなり不穏だったんですが、今回はかなり前を向いている、もう無理やりというか結構力技のような言葉に聞こえたんではないかなと思います。そしてエンディングへと移って、今回第6話は幕を閉じました。皆さんいかがだったでしょうか。いやほんとね、細かい部分もっと見ていけばわかると思うんですけれども、簡単に拾っただけでも非常にうまくできていて、最初から最後まで体感スピードも速かったですし、それぞれのこう感情ってところが言葉だけではなくて言葉と合わせて描写も加わることで、ほんと完璧だったんではないかなと思います。まあ何よりね、もう葉月ちゃんが受かったのがマジで泣いたんで、多分おそらく同じ方も多かったんではないかなと思います。ぜひ皆さんのご意見だったりとか感想等あればコメントお待ちしております。今回は以上になります。また見てやってください。さようなら。